抗原虫薬とは、原虫感染症の治療に使用される薬剤の総称である。原生動物は互いに共通点が少なく、深核生物である、セキュリアメーバとアモルフェア系統に属する、ホモサピエンスとは、バイコンタ深核生物であるネグリリア・ファウラリーよりも、近縁である、ある病原体に、有効な薬剤が別の病原体に有効であるとは、限らない。 抗原虫薬は気候別、生物別に分類される。最近の論文では、原生動物による感染症治療にウイルスを使用することも提案されている。抗原虫薬は、アメーバ症、ジアルジア症、クリプトスポリジウム症、ミクロスポリジウム症、マラリア、バベシア症、トリパノソーマ症、シャーガス病、リーシュマニア症、 トキソプラズマ症などの原虫感染症の治療に用いられる。現在、これらの感染症の治療法の多くは、その毒性のために制限されている。抗原虫薬の作用基準は薬剤ごとに大きく異なる。例えば、トリパノソーマ症の治療薬であるエフロルニチンは、オルニチン脱炭酸酵素を阻害し、リーシュマニア症の治療薬である。 アミノグリコシド系構成物質、抗原虫薬は、タンパク質合成を阻害していると考えられている。ありがとうございます。